ビールズ・ゴールマン・ライトはアメリカ・マサチューセッツ州ボストン出身の男子テニス選手。20世紀初頭にアメリカを代表する選手として活躍し、全米選手権で男子シングルス1勝、男子ダブルス3連覇を挙げ、1904年セントルイス、五輪で単覆の金メダルを獲得した人である。彼は1900年から始まった男子テニス、国別対抗戦、デビスカップでも、 黎明期のアメリカチームを代表する選手として活躍した。左利きの選手。ライトは1897年から全米選手権に出場し始め、1901年に初めて男子シングルス、男子ダブルスの決勝に進出したが、この時は2部門とも準優勝に終わっている。1904年から1906年まで、ライトはホルコム・ウォードとペアを組み、 全米選手権で男子ダブルス3連覇を達成した。全米ダブルス初優勝を果たした1904年に、ライトはセントルイス五輪ンで単服の金メダルを獲得した。この大会では、テニス競技は男子シングルスダブルスのみが実施され、女子部門の競技は行われなかった。出場選手も男子シングルスにエントリーした37名のうち2名のドイツ人選手以外は全て、 アメリカ人選手であり、男子ダブルスは16組のアメリカ人選手のペアで優勝を争った。ライトは男子シングルス決勝でロバート・ルロイを6から4、6から4で破り、男子ダブルスではエドガー・レナードとのペアでルロイとアルフォンゾ・ベルの組を6から4、6から4、6から2で破って優勝した。第3回の近代オリンピックはオリンピック史上初めて、 北米大陸で開催されたが、ヨーロッパからの参加国が非常に少なかったことで知られている。ライトはオリンピックの翌年、1905年の全米選手権で男子シングルス初優勝を達成した。1901年以来4年ぶりのチャレンジラウンド決勝戦を制した後、オールカマーズファイナルで待っていた大会前年優勝者はダブルスパートナーのホルコムボードであった。 ライトはウォードを6から2、6から1、11から9で破り、全米選手権の男子シングルスで、史上2人目の左利きの男子シングルス優勝者になった。1906年の大会では、ライトはウォードとのペアで、男子ダブルス3連覇を達成したが、大会前年優勝者の資格で出場した、男子シングルスのオールカマーズファイナルで、ウィリアム・クローシャーに敗れ、 シングルスに連覇を逃した。2年後の1908年、ライトは4年ぶり3度目のチャレンジラウンドを制したが、オールカマーズファイナルでウィリアム・ラウンドに敗退する。その後、1910年と1911年の2度チャレンジラウンド決勝敗退があった。ライトは全米選手権とオリンピック以外にも、1910年のウィンブルドン選手権でアメリカ人男子選手初の チャレンジラウンド決勝進出を果たしている。このチャレンジラウンド決勝では、アンソニー・ワイルディングに6から4、6から4、3から6、2から6、3から6の逆転負けを喫し、アーサー・ゴアとのオールカマーズファイナル決勝を逃した。黎明期のデビスカップでも、1905年、1907年、1908年、1912年の4度アメリカ代表選手として出場している。 彼は1912年の全米選手権とデビスカップを最後に一旦テニス界の第一戦から退いたが6年後の1918年全米選手権で最後の試合出場をした39歳に近づいていた彼は1908年以来10年ぶりとなった男子ダブルス決勝でフレッド・アレクサンダーと組んで準優勝する現役最後のシングルス戦の相手は 4回戦で顔を合わせた日本の熊谷和也であった。ライトは熊谷に6から8、6から3、1から6、2から6で敗れ、20年ほどに及んだテニス経歴に終止符を打った。選手引退後のライトはマサチューセッツ州ブルックラインに在住し、1956年に国際テニス伝導入りを果たす。1961年8月23日、 ビールズライトは、イリノイ州オールトンにて81歳で成去した。ありがとうございます。